まさかこんなとこで会えるなんてね。そっちはどうなんだ？再建の方はもうほとんど終わってるんだけど、だから最近はずっとポア村長とこっちを行ったり来たりしてるの。そうね、まだ私たちも懐が寂しい。それでもとにかく態度で示さないと。さすがボス。そうなんだよね。だから今回はこっちに来る前にマルシラックに習ってやることをメモってきたんだ。それでマルシラックは省略して書いてたこ、町であれこれしてる間にナビアらしい。ん？見て。どれどれ？お、これは。違う違う。こっちは。そんなのどう考えたってわかんないよ。アドバイスありがとう。どんなに省略しても書い。おお。まあとにかく。ほとんどの用事は帰って思い出したらまた来る。じゃあ今からポア村長にも。うん。あ、そうだ。どうせ別に予定はないんでしょ。別にいいけどちょっと急だな。それじゃあ行きましょう。うん、オイラ知ってるぞ。ああ、うんうん、純粋船はポア村長の近くには止まらないから。スピ、うん、ついてきて。今エンジニアが定期点検をやってるとこ。問題、前からずっと聞きたかったんだけどさ。そうよ、カーレスとナビアは言うまでもないよね。お前んちのものならな、家に帰るのにも専用の船に乗らないといけ。それについては。それにしてもちょっとおかしいよね。だよな、だってあんなに便利なんだぞ。でも現状はこうなんだよね。パパが何を考えてたのかたまによくわからなくなる。ふん、あの人他人の意見に耳を傾けるタイプじゃなかった。スピナディロースらの他のメンバーは提案する権利しかなかったみたい。へえ。うん、かばえる理由なんてなかったもん。ボス、船の点検が終わよし。着くまでしばらくかかるから。そういや、お前のママはどんな人だったんだ？なんとなく聞いただけだぞ。いいのいいの、ママの話はいろいろ聞かせてもらったから。ママはすごく前向きでユーモアのある人で、片方はビジネス担当で組織を大きくする。仲のいい夫婦ってだけじゃなくて。うん、まあこれも人から聞いただけだから。クレメンタイン戦を見るたびに、ママが生きてたらスピナリシルバがさ、名前はある種の刻印で無感情なものに。それってまさにこういうことよね。最近ね、水にこれほど豊かな感情が溶けてる理由が、大事な人も思い出も。でも彼らは確かにこの、まあね、でもな、でも前向きでいないとでしょ。私は会長なんだから絶対落ち込んで。さあ着いたよ。今のポア村長を案内してあげるね。ナビアのやつ大丈夫か？そっか、あれだけ大変な。ボス、お帰りなさい。た、久しぶりだな、フローレント。面倒だなんて、別に一人でちゃんとやっていけるよ。まあ前までマルシラックが担当してた仕事の一部は。お褒めに預かり、ご覧の通り最近はボスを手伝い、ポア村長最。マルシラックさんは本当に有能な人で。はいはい、他人行儀な挨拶はそこまでにし、私のことを待ってたみたいだけど。そうなのです、先ほど職人に連絡したのですが。彫像？うん、実は私たちパパとママがスピナディロースらとポア村長のために。パパはこの間までずっと溥儀のカーレス、
なんて汚名を着せられてたから。でも今はそんな汚名も注いだし、ポア村長もちょうど再建中だから。彫像の制作資金は私私はただの現会長だもん。メンバーには毎日迷惑ばっかりか。自分の彫像が欲しかったら謙虚すぎるぞ。ええ、私もボスの彫像。それ以上褒められたら本気にしちゃうよなんてね。そこまで厚かましくないってありがとう、フローレント。トニ、ええ、カーレスさんとクレメンタインさん。ただポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので、まず。そんなのいい、ほらついてきて。言ったでしょ、それはパイモンもさっき船で言ってたでしょ。フローレント、写真を撮ってちょうだい。かしこまりました、ボス。ね、何かいい案ない？実はこの前もだから、あんたの想像力を借りて。準備ができましたよ、いつでも始めていただいて構いません。遠くを眺めるって、船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあこんなのは？おお、船長と船員って感じの雰囲気が出てるぞ。愛しいクレメンタインよ。しかし絵面に少し。ああ、わかった。じゃあ解雇しましょう。違う、町に置くとなると。じゃあもうちょっと考えようぜ。楽しそうなポーズ。写真を撮るタイミングがいまいちつか。これじゃあなんで笑ってるのか全然。ええ、彫刻する難易度もかなり高そうですしね。じゃあ一人がジョークを言って、もう一人。おごそかっていうと、あ、わかった。こんなのはどう？スピナディロースらが最も輝いていた頃を。でもなんかクレメンタインのポーズがちょっと。これじゃこの人こそがスピナ。確かに以前どこかのこ。ただの例え話。フローレントの一体。でもこのポーズは確かに二人のイメージをうまく表せてな。はあ、いくつかやってみたけどどれもなんか微妙だ。気にしないで、写真に残したし少なくともいい記念になった。旅人と一緒に写真を撮るって分かってたら衣装や小道具を揃えて。おは、衣装といえば街でやらなきゃいけないこと思い出。覚えてるぜ、カーレスの事件を調査してた時に会った女の子だよな。そうそう、その子。あの後ね、いや私はもちろんいいよって。それでどうすれば信じてもらえるか。でも結局街でドタバタしてる間に。ご心配なく、ボス。今すぐ彫像の方ももっと案が必要ね。初めからこうすればよかったじゃないか。まあそれもそうか。ナビア、フローレント。え、君は。コルタ、メロピデ要塞から戻ってきたの？ああやっとな。俺は自分が思ってたよりもずっとしぶとかったみたいだぜ。出てすぐこっちに向かってきたんだ。大げさじゃなく、町から魚の匂いが漂ってくるのが分かった。どんだけメリッサの焼いた魚が恋しかったか分かるか。戻ってこれてよかった。そいつは紹介するよ。彼もスピナディロースらのメンバーで、コルタっていうの。今思えば
これもカブリエール紹介。お、待て待て、マーセルさんが何だって？原始大海の水事件をまだ知らないのかい？フォンテーヌの水位が上がってなぜかまた下がったつうことは知ってるが、最初から説明してあげた方がいいみたいね。まずはこっちの二人を紹介するね。この二人は私と一緒に数えきれないく、おう、よろしくな。俺の知ってる限りじゃナビアがこんな風に誰かを褒めた確かにオイラたちがすごいのは事実だけど、ナビアに会う前からずっとすごかったんだぞ。あら、私も誇りに思ってるのに。愉快愉快。そうだ、マルシロクとシルバーはあいつらいつもそばにくっついてたじゃないか。それはたくさんのことが起こったんだ、コルタ。見ての通り、ポワソ、私を守るために二人は命俺を驚かせようと悪い冗談を言ってるんだよな。ごめんなさい、二人だけじゃなくてたくさんの人が。マルシラックやメリッサが。マルシラック、あいつには。その元気出せよ。コルターはマルシラックさんとは長年の親友だったんです。その場所を変えましょう。わかった。信じられない。私もマルシラックの死が、てっきりマーセルさんは永遠にスピナディローソラの味方だとばかり。だってあの人の全てはうちの会が与えたようなもんだったじゃねえか。なのにまさかお前の命まで。安心してくれ、すでに株長く続いた茶番はようやく終幕を。本当か？ロモーフって誰だ？私も聞いたことない名前。フローレントなら知ってるはずだ。あの頃純水船を建設、あの頃ロムーフを引っ、でもカーレスさんは純水船はスピナディローソラに商業的な収益だけじゃなく、だが結局双方の意見は一致しなかった。はあ、パパらしいわね。想像できるわ。結局その強固になった関係性は、あ、はあ、まあそれがボスの独断専行の代償だったんだ。オイラも気になるぞ。ああ、日常茶飯事だったさ。昔は俺たちの助言にも耳をか、でも純粋戦の件についてはそうだったの。多分長年の恨みなのでしょう。この一件についてロムーフたちは、彼らはクレメンタインさんは妊娠してから中立的な立場を失ったのだと。それで裏切られ、それって明らかに違うでしょう。ああ、でもあいつらの、その後クレメンタインさんが亡くなったこと。なるほど。ロムーフの勢力はその後、きっと彼らの目に渡。ああ、それにコルターの心配にも一理あるね。そのロムーフって人もマーセルも、ずっとマーセルの勢力はもう潰されたけど、ポア村長が弱ってる今は、うん、確かに彼らを、うん、お願いね。コルターも情報。大したことじゃない、例にはいろいろ聞いて未だにここ。それじゃあ一緒に街を回る。そ、あんたたちも一緒に来てくれる。あ、じゃあ行こうぜ、その方が有意義に過ごせそうだしな。やっぱりあんたってさ。結構歩いたね。ここで少し休みましょう。気分転換なんだし。俺もいい年だからか、やっぱ昔のようには。お前結構すごいと。純粋線がなかった頃はこの道をマルシラックと幾度歩いたか。疲れたら、あの頃スピナディロースラは順風満帆でどんな奴も大儲けをするチャンスがあったし、いつの間にか純粋線ができて、この、はあ、分かってる。じゃあ
もう少しか。あ、ナビアが作った。そうよ。待ってね。材料が足りるか確認してみる。マルシラク。うん。オーブンはもんだ。小麦粉と砂糖がない。一番重。本当に？わざわざ。毎回タダで食べさせてもらうわけには。本当？よかった。じゃあ俺は箱がないか探してくる。そうね。じゃあ私はオーブンのよ。どう？いい感じ。お前の料理の腕は相変わらずだな。見た目も。ボスの菓子作りの腕は。ただの趣味よ。そういえば、お前らはボスから深く。そうか。一緒にいたのはたまたまよ。冒険者はずっと同じ場所に届く。それに、たとえ遠くにいたって。オイラはこのマカロンのことを忘れないぜ。なるほど。二人に会えたのはすごい縁だった。そんじゃ俺も。それじゃ、水でか。乾杯。で、おい、なん。あんたたちの旅が順調に行くこと、スピナディロースらが発展すること、リュデビーヌ、来たよ。どう？スピノディロースラのお嬢様が来てくれ。お前はコネも手段も。あら、失礼しました。つい癖で。今日は完成品を取りにいらしたんで。そうなの。さっきもフォンテン。まあ、こんな些細なこと。ナビアはいつも大げさだからな。大げさなんかじゃないよ。気分転換だって新しい旅ほど癒され。ボスの言う通りだ。少々お待ちください。そういえば、アデルはなんでスピナディロースラに入ろうと思った。具体的な理由は、あの一件の後、だいぶ明るくなったんだよ。あの子ね、私のパパが怖かったから、スピナディロースラはみんな。でも、今のスピナディロースラの雰囲気は変わ。うん。そうかもね。私は真相を探る中で、あの子を助けることにな。アデルも他の人が手を差し伸べてくるのをただじっと待ってるんじゃなく。優秀なスピナディロースラのメンバーになれそうだな。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身に託すこと。あれ、どうしたんだ？おい、ビコー！わかった。私も見てくるわ。コルタ、衣装をお願い。ああ、わかった。やっぱり誰かいるぞ。上に上がったみたいだ。この、待ちなさい。面倒な奴らだな。まともな喋り方ができるように。野郎ども、回りくどいのはなしだ。おとなしく白状な。黙ってたらごまかせると思ったら大間違い。ボス、どうだった？怪我はないか？この程度の敵が私たち。はい、グズグズしてない。俺たちは恨みを晴らすためにスピナ。だがバレた上に負けちまった以上、
文句を言うつも恨みってまさかあんたたちは例のなんだ知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由はわかっそうだぜ。今のお前らに勝ち目なんじゃない。酒を飲んだ後偶然街でナビアを見かけたんだ。で結局逆に捕まっちまったってこった。なかなか鋭いじゃねえか。だがそれがどうした。ただあんたらのことが気に食わなくて血迷っただ聞いて、カーレスは死んだ。私はスピナディロースらの現会長よ。あんたたちのボスが今回の一件についてはとやかく言わないでおく。でも今後も似たようなことをし分かった分かった。おい見逃して本当にいいのか。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんかない。相手に座ってお話ししてくれる気があるなら。俺もボスのやり方に賛成だ。うん、最近は向こうの状況でもやっぱりロムーフの動向には気をつけといた方。やっぱり最後にはそうだな。そんなことにならなければいいんだが。そうね、あんたの言う通り。さて今日はもう遅いし、さ後でフローレントに手紙を届けるよう手配しとくよ。またサンドル川に泊まるのか。仕方ないでしょ、日差しも入って夜になったら店で焼き魚を食べながら飲み物を飲む。確かにおいら心を動かされ。また来たぞ。スピナディロースらのフォンテーヌ邸での拠点が確かにそうだね。でもパパはね、スピ大きな野望を持ってたから、目先のことも過去のことも。それもまた一部の奴らがカーレスさんをそ。よし、あんたたちは先に。部屋は前回と同じよ、覚えてる。うん、まあ部屋は多くないしな。あー、ここが貧乏くさいって言いたいのね。ごめんごめんって、そんなことされたら本当に眠れた冗談冗談。もう寝た？まだお、うんうん、ただせっかく素敵な夜だからこのまってことで釣りに行かない？晩ご飯の前に言ってたじゃん邪魔しちゃった？安心して、こんな時間だし、げおしゃべりに付き合ってくれ。さ、早く釣り。自動釣り竿を使っ、え、ダメなの？こういう釣り、釣りってそのこう精神を集中。それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、あんたはどう思う？じゃあ次は普通の釣り竿を使って。それよりナビア、なんでお前は。生まれつきってところかな。それだけか。詳しく説明し始めたらもっと眠くなるかもよ。パパはちっちゃい頃からずっと、でもママの方はそうじゃなかった。スピナディロースらのメンバーたちはみんなママ、想像できる？でもみんな黙りこくって何にも言わ。そんなこともあったの。うん、思い返すと小さい頃の私は。でもある時マルシラックが怪我をして、過ちの責任を負う人は、だって罰が下された時みんなは身を挺して、ごめんごめんね。とにかくスピナディロースらが今みたいな雰囲気になったのは、これってもしかするとママから。だからそうね、過去の出来。あれ見て、浮きが動いてる。でもなんで釣り竿が糸を引いてくれない。多分パーツの不具合じゃないかな。こんな釣り竿組み立て、逃がさないで、捕まえるのよ早く。おいらもやるのか。
これ以上時間を無駄にできないぞ。明日になったら即行動だ。あんたは勝手にする。自動釣り竿が動かなかったのもパーツが一つ足りなかったせいだったから。欠けてたものの数ってことで。じゃあさっさと休もっか。今日は楽しかったよ。うん、また明日。どうだった？昨日はよく眠れた？人手と一緒にダンスパーティーで。あ、お前ほら、おもし。さて行こっか。帰りは私が手配するから。お前が用意したプレッ。うん、喜んで。アデル、ただいま。フォンテーヌ邸であんたにプレゼントを買ってきたよ。わあ、ボス、ありがとう。何言ってるの、この子ったら。ナビ。いいのいいの。それとね、久しぶりだな。あなたたちだったのね、お久しぶり。フォンテーヌ全土を救ってくれたって聞いてるわ。本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビアをね。この中何が。もちろん。あ、これ未来のあんたへのプレゼントだよ。でもスピナディロースらはみんなの安全を。だからこないだは大きくなったらまたおいで。そうだったんだ。うん。大きくなる。娘のことを気にかけてくれて本当。スピナディロースらがいつも面倒を見てくれているおかげで私たち親子はかけがえの。遠慮しないでよ、スピ。ボス。フローレント、どうしたの？大変です、ロムーフの仲間たちがボアス。爆弾いた。かなり前から準備していたものと思われですが、ロムーフたちも情報を得て後を追ってみたところ、ま、もしかして昨日フォン。座ってお話ししてくれるつもりなんて。ごめん、私が甘かった。ボア村長の東側の丘にクレメ。まさかクレメンタイン船を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中はスピナディロースらとパパ。クレメンタイン船を爆破なんてしたら無数の瓦礫が。あいつらおかしいぞ。ええ、長い時間をかけて。今すぐ住民を避難させるのよ。船の上に避難させましょう。あそこ。相棒、クレメンタイン船を任せて。起爆を許せばポア村長にいる人たちだけじゃなく、まずは奴らの強行を止めるのよ。その後でまとめて蹴りをつ。オイラたちに任せろ。行こう、フローレント、コルタ。こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん、あんたも早くアデルを連れて船へ。ボス、危ない。何をする気だ、コルタ。邪魔な奴がやっといなくなったと思ったら。まさか陽動作戦。コルタ、あんたもロムーフの一味だ。そういうことだったのね。連中の企みをとっくに知って。ちょっと正しくないところがあるな。奴ら、俺が憎んでるのはナビア。お前一人だからな。こっち、気をつけて。ロムーフは約束してくれた。ナビアさえ始末すりゃ。だが、お前は始終あの邪魔者と。そんで見ての通り、ロムーフは待ちきれなくなった。なぜ？なぜかって？何にもしちゃい。お前は昔のスピナデロースらがどれだけ輝いていたか知らない。ポア、俺はこの目で見ていた。それなのに、全部貴様のせいだ、ナビア。クレメンタインさんはお前のせいで死んだ。カーレスさんが死んだのもお前のせいだ。マルシラ。つまり、何も知らないというふうに振る舞っていたのも、初めから私。ああ。要塞から出た時点でマルシラックのやつ。お前らにこの気持ちがわかるか。あのクソ、昔純粋戦のことで大喧嘩したが、あれからあっという間に時は過ぎ、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。またお前だ、ナビア。俺はかつて
誰よりもスピナディロースラとポアソン長を愛しく思って。ボス、こいつの話を聞く必要はありません。なあ、こういうふうに考えたことはあるか。こう考えたことは、お前が尊重してもらえたのは、ただ単にお前がか、さらにこういうことを考えたことはあるか。ここの住民がポアだって、罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとし、うん、思い返すと本当に勝手なこと言わないで。私はナビアお姉ちゃんのこと、うまく言葉にできないけど、マルシラックさんが生きていればきっと君に心から失望していただろう。スピナディロースラの歴史上で起こったあまたの不幸を。どけフローレント、聞くつもりはない。構わずて、ボス、危険な状況です。あんたの目から見たら、今言ってたこと、でも私はみんなからもらった、だから私はこの事実を信じるよ。気をつけなさい。堂々不意打ちと、いや、ほっやっほー、ローズクラッカー、スピナディロースの特注版よ。フローレント、こっちは任せたよ。一刻も早く他のメン、それからこっそり紛れ込んだ、私は危険、かしこまりました、ボス。います。ナビア、本当に大丈夫かい。わからない。でもなんとしてもクレメンタイン戦を守らないとな。アクアロードを爆破したいんなら、奴らは、これって例の爆弾だろ。で、こっちは操作台だよな。ボタンがあるけど、どれも勝手に触るのはよした方。変な形の穴があるな。確かにそうかもしれないぞ。じゃ、そういうことなら手分けして探そうぜ。これでナビアたちも、確かに。
ティエリーから聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースの、あいつらと交わす言葉な、恨みや怒りがあるからって人々の安全を完全に無視するような連中が、法律にのっとって相応の措置を取って。分かった、この度のご協力に感謝する。さあ撤収だ、奴らを全員連行しろ。やったな、ナビア、オイラたち守り通せたんだ。そうね、本当元素力を使いすぎたし、普段ならこういう風に褒めたら絶対にドヤ顔で返してくるはず。ボス、ポワソン町に潜伏していた者たちも全て捕らえました。今回ロムーフたちが総力を挙げてことに当たっていた。そっか、そこ。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。私はカーレスじゃないし、それでも私、今後スピナディロースらは稼いだモラをポワソン町の整備にもっとつぎ込むし、いつかポワソン町のみんなも純粋線の恩恵。言いたいことはわかる、だがどうにもならないことがありすぎ。あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなったけど、あんたが再び。ありがとうナビア。ボスはやはりおや、運には恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン戦を守ってくれて。正直言うと、この上クレメンタイン戦まで、こ、名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えば。でもなあ、一体どうしちゃったんだよ。ボスには少し時間が必要ですね。うん、アンガト旅人、聞きたいことがあるの。あんたは本心から。私、もちろん。そっか、よかった、そう言ってもらえて。ほん、調子はどうだ。休んでちょっとは。うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。今までは私もそう思ってたよ。でも私って多分自分が思うほど強くないのかも。コルターがパパとママ、それかあの人たちは。そんなこと考えるなよナビア、お前は十分よくやってる。他のやつのことなんか知らん。こうなったらもうボス、私も黙っていたことがあります。私もうこれ以上の真相には。どうかご安心を。みんな揃ってどうしたの、これ何？町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからサプライズでお送りするつもり。状況が状況ですし。あ、私、準備はいいですか？布をめくりますよ。うん、パパとママ、それに私も。クレメンタインさんの姿は昔の写真や皆さんの印象。これってまさか。ご明察、実は彫像のデザイン案はとっくに決まっていて。ボスに悟られないようポーズ決定に。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろ。まだ若いのにロシのこと。彫像を建てるにふさわしいと。昔のことは知らないけど、ナビアが言ってくれれば
私たちも安心で。皆さんがここに集まってくれたのは、私たちは過去の繁栄に夢を見た。オイラとこいつもそうだぞ。あんたたち、ほんと、とんでもないサプライズだ。夢にも見なかった。ママの隣に立てる日が来るなんて。